ペットボトルでスネーキングを練習してみましょう。重要だと思うダンス要素スネーキングのシルエット作りを意識しています。 Let's try。 まず、頭、肩、胸、腰と、通していきます。はい、1、2、3、4 1、2、3、4 1、2、3、4。はい、ちょっと分かりにくい方はですね、ペットボトルを頭と肩の間で挟んでみましょう。ここのシルエットがすごく僕は、大事なところだと思っています。十字の方向に、顔の方向が向くように頭と肩は均等な力で挟むイメージでやっていきましょう。はい、大事なところとしてはひとまず、首と肩はパキッと、ワンエンというカウントでしっかりはっきり見せます。胸と腰はぬめっと通すぐらいで大丈夫だと思います。はい、クラブステップをちょっとやってみます。開く方から1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4。 はい、まあすごい楽にやってもらったらいいと思います。はい、ここに、さっきのスネーキングをちょっと混ぜていきます。はい、スネーキングはですね、首、肩、左の腰骨で、ツイスト。1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2。 ここが一番むずいね。3 and 4。 はい、今日はさらにウェービング、ハンドウェーブ入れています。肘と手首をはっきりさせます。右は肘から、左は手首から。1、2、3、4。1、and、2、and、3、4。はい、ちょっと分かりづらい方は、ゆっくりちょっと再生してみてみてください。で、先ほどの、クラブステップと、スネーキングを合体します。ちょっと3つのやることがあるのでね、なかなか難しそうに見えますが、ゆっくりやってもらえれば、慣れてくると思います。じゃあルーティーン行ってみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, and 2, and 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, and 2, and 3, and 4, 5, 6, 7, 8. はい、こんな感じですね。ここはね、ちょっとフィーリングです。アップでパドブレのステップをやるようなイメージです。はい、サルサホップ。2回やったら、はい、3回目でちょっとフェイントを入れてキックで、ここをワーム入れます。でムーブしていってファーマー、ちょっとアイソレーションして面白く見せましょう。はい、この動画がいいなと思ったら、高評価とチャンネル登録お願いします。